でーでんっていうことでこちら、そしてさらにでーでんということね。僕が頼んだのはこちらということで、サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日は大人気の沖縄そば屋さんが支店を出したのを以前知ったので、そちらのお店に行ってみたいと思います。ということで本日今来てるのはこちら沖縄県宜野湾市でございます。宜野湾市のこちらが漁港ですね。そしてこちらは宜野湾ゆいマルシェ。以前こちらの牡蠣小屋さん、宜野湾市に牡蠣小屋ができてるんですけど、そちらでちょっとお得なランチをいただいた動画もアップしております。もし気になる方はぜひそちらの方をご覧ください。そして今回ご紹介させていただくのは牡蠣小屋ではなくて沖縄そば屋さんです。沖縄そば屋さん、そちらの本店も以前ご紹介したことあるんですが、宜野湾市で結構人気で、ちょっと駐車場が狭くてですね、なかなか止めれなくてお店に行くことができなくて、ようやく行けたっていうような動画を結構前に出させていただきました。そのお店に先日お伺いしたら、知らない間に支店ができていて、こっちのこの漁港の近くに支店ができてました。しかもそちら結構駐車場とか止めやすそうなので、利便性としてはこっちの方が利用しやすいのかなと思って、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。毎度ですが今回行くお店、こちらの支店の方は行くのは初めてになります。結構楽しみです。それでは行ってみましょう。それではこちらの漁港からお店の方に行きましょう。でーでんっていうことで、こちらパチンコエルグランさんでございます。実はこのパチンコ屋さんに入ってまして、お店がそちら沖縄そばの上りがありますが、そちらでございます。そしてさらにでーでんっていうことで、こちらでございます。沖縄そば食堂米浜さんでございます。こちらに行ってみたいと思います。ちょっとなんかメニュー違いそうなんですが、そのメニュー違うところもちょっと楽しみです。ということで、お店は11時から19時、沖縄そばカレー定食丼物などは15時までです。それ以降沖縄そば屋さん専門店のです。それでは入りましょう。入ります。失礼します。はい、では食券でございます。いろいろあります。沖縄そばはもちろん、なんとこちらはカレーライスとかあります。カツ丼、そして天津飯、沖縄ちゃんぽんなんかもめっちゃ悩みますね。こんな感じでいろいろあるようです。カツカレーとかもあります。気になる。ではどれかにしましょう。ちなみに重さの出汁は米浜さん1号店とは違うそうです。ということで購入です。ということでお店の中入りました。しばらく待ちたいと思います。ということね、僕が頼んだのはこちらカツカレーでございます。780円です。なかなか美味しそうです。なんか具がめちゃめちゃ溶け込んだ感じですね。それではまずはいただいてみましょう。すごいカレーちょっといただいてみますね。本当に具が溶けた感じですね。やばい、美味しそうです。それではこちらいただきます。本当に野菜が溶けた感じで、ゴロゴロじゃないんですけど具沢山で美味しいです。ということで、妻も今日は一緒に来たんですが、妻が肉野菜そばを頼みましたが、やばいです。盛り感やばい、盛り感がやばい感じでございます。それではやばいですが、そばが出てこないですね。よいしょ。ということでそばを出して、よいしょよいしょ、そばが出ました。それではこちらいただきます。肉盛りめちゃめちゃ山盛り、美味しい、これは美味しいです。それではということでカレーに戻ってまいりました。ちょっとカツいただきましょう。カツなかなか美味しそうですね。ちょっとカツをこのまま一回いただいてみましょうか。カレーにつけてもいいんですが、一度そのままいただいてみます。それではカツ、なかなか美味しいです。それではこれはカツも一緒にカレーも一緒に一気にいただいてみましょう。ということでこんな感じでいただいてみます。それではこちらいただきます。具沢山カレー美味しいです。本当になんか具が全体的に溶けてる感じなんですけど、美味しいですね。本当に美味しいです。それではもう一口いただきます。うまい。そしてちなみに横に串漬けが入っていて、よいしょ。これはまあ全部食べてもいいんでしょうが、一応なんか小さいスプーンがあるんで、食べたいだけ食べてっていう感じのようですね。よし、それではちょっとこっち、よいしょ、ということでいただきます。ちょっと福神漬けもいただいてみます。福神漬け、普通に美味しいです。それではこちらのカレーどんどんいただいていきます。
ということで、カレーライスカツカレー美味しくいただきました。ちょっと甘めな感じのカレーが美味しかったです。ということで、肉野菜そばも妻が残した分残りいただいて完食でございます。結構細かいお肉がいっぱいあってなかなか美味しかったです。それでは帰りましょう。お片付けです。よいしょ、ごちそうさまです。よいしょ、さらによいしょ。ということで、沖縄そば米浜さんで美味しい沖縄そばっていうか、僕はメインはカツカレーですね。カツカレーいただきました。美味しかったです。ということで、パチンコエルグランさんの中にある沖縄そば米浜さん、美味しくカツカレー、そして肉野菜そばいただきました。ということで、お店の名前は米浜さんなんですけど、出汁はなんかやっぱりちょっと違うみたいですね。でもその違いがですね、今回沖縄そばいただいたのが肉野菜そばで、結構出汁の味が分かりにくいものになってしまったので、そこまで何が違うっていうのは分かりませんが、まあ、でも米浜さんと負けじと劣らず、こちらも美味しいかなと思います。麺とかは一緒なのかな。テルキナ製麺さんって書いてましたっけ、こっちのやつ。なかなか美味しい沖縄そばでした。そしてカツカレーですね、カツカレーの方はカレーライス具が溶けたような感じでしたね。お肉の方は肉野菜そばも同じでしたが、早期の煮たあのクツクツになる、なんでしょう、破片みたいなものを使ってるんでしょうか。肉野菜そばもいっぱいそのお肉が入ってました。そしてカレーの中もその肉が入ってるのかなっていう感じでした。少し骨の断片なんかもあったりして、多分処理で骨は大体取り除いてるんだと思いますが、一かけだけカレーの中入ってました。でもそのグズグズ感、そして野菜も結構いい感じにグズグズに煮られてて美味しいカレーライスでした。そしてカツカレーのカツ、まあカツはなんかすごい美味しいというものではなく、美味しくないわけではないんですが、普通にサクサクのとんかつ、美味しいカツカレーでした。繰り返しになりますが、米浜さんの1号店この先にありますが、そちらとは出汁は違うという説明だったので、全く同じものがいただけるというわけではなさそうです。でも今回のエルグランさんの中にある2号店でいいのかな、そちらの米浜さんも美味しい沖縄そばでした。そしてカツカレー、あと定食なんかもあるので、沖縄そば屋さんが作ったカレーライス、そしてその他の定食も気になります。ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、本日は改めまして沖縄県宜野湾市沖縄そば米浜さん、食堂米浜さん、美味しいカツカレー、そして肉野菜そばいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。ということで、ちょっとおまけでございます。こちら米浜さんの1号店の前、ちょっとだけ通っていこうかと思います。こちらのトラックが止まってるところですね。今日は車は並んでませんね。あ、空いてる。平日はそこまで混んでないのかな。右側の駐車場も空いてました。もしよかったら1号店の動画もご覧ください。